試合は始まっていませんが、リーグトップスコアラーの姿が見えています。こんにちは、実況の西岡明彦です。今日は楽しみな試合をお届けします。解説をお願いするのは福西崇史さんです。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。今日の試合はセレッソ大阪対ベガルタ仙台のカードです。本日のアウェーチームはどう見ますか？さて、まだシーズンは始まったばかりですが、このクラブはリーグの首位に立っています。今シーズンは素晴らしいスタートを切れました。今日も勝ち点3を狙いに来るでしょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。楽しみな試合が始まります。キックオフです。石原直樹、中央はフリー、クロスは届くか。このボールは止めただけ。クリアできるか。主審がゲームを止めます。オフサイドです。水沼コーター。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。カウンターのチャンス、仕留められるか。ハーフナーマイク、低いボールを強く入れた。ボールがこぼれました。クリアできるか。ハーフナーマイク、すぐ攻撃に切り替えたい。真ん中にクロスを上げた。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。前半14分、先制点が生まれました。阿部拓磨、スペースに見事なスルーパス。クロスを上げたい。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。富田慎吾、ソウザ、うまく読んだインターセプト。これはファールでしょう。フリーキックです。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。スルーパスが味方に通る。ハーフナーマイクにチャンス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。
ハーフナー・マイクがチャンスを逃さず、ゴールネットを揺らしました。これはびっくりしました。大きな得点ですね。違うアングルから見てみましょう。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。ここはインターセプト、しっかり予測していました。そうぜ、ちょっと消極的なパス回しです。やりました、クリアすべきでしょう。カウンターを狙えます。上がっていけるか。これはサイドを上がれそうです。カウンターのチャンスを生かしたい。ここで狙う。距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。水沼コーター、これは見事なインターセプト、素晴らしいボールです。いいパスだ。弾かれた。チャンスになりそうでしたがこれはオフサイドです。野津田岳人、カットしました。ここはどうするでしょうか。素晴らしいスルーパス。走り込んだ味方にスルーパス。マイナスのクロスを入れた。完璧なタイミング。前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。レフリーの笛が。後半戦が始まります。阿部拓磨、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。打ってきた。追加点を狙ったシュートは入りません。攻撃に移りたい。そうぜ、杉本健雄、打てるか。決めに来た。シュートはバーの遥か上。大岩和樹、このパスの先には誰もいません。スローインになります。杉本健雄、奥野博明、サイドから攻撃でしょうか。これはカウンターのチャンスです。うまいパス、止めたが抑えられない。さ、ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたがゴールへ飛ばさないと意味がありません。激しくぶつかっています。奥野博明、ゴールチャンス。シュートはクロスバーに阻まれゴールなりません。
柿谷、ボールがフリーになりました。阿部拓磨、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り、これは狙えます。ゴール決まりました。最後は1対1ですが、それまでの組み立てが素晴らしいですね。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。一方的な試合となってしまいました。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。柿谷陽一郎、ここはパスミスになりました。ボールを失います。パスコースにはディフェンスがいます。サイドのスペースが広く空いています。決まるか。まだボールは生きています。入った。これはナイスシュート。さあこれでハットトリックとなりました。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。この展開を誰が予想したでしょうか。杉本健雄、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、山口蛍、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。これ来た。蹴り出しました。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。奥野博明、ノスだ。シュートだ。このプレーはオフサイドです。ここでホイッスル。レガルダス